アマソラグループでは共に学び成長できる形成外科専門医美容看護師を募集しております。素晴らしい人柄や技術をお持ちでも現状の仕事環境に満足できていないドクターの方々がいらっしゃいましたら、当院の公式 LINE ドクター個々人の DM までご連絡いただければ幸いでございます。共に切磋琢磨し技術を高め、最高の美容医療を提供しましょう。はい、こんにちは、ドラゴンスイです。赤嶺です。形成専門医宮下です。はい、今日は何のネタでしょうか。はい、結構前に 40、50 代の人にめちゃくちゃおすすめの施術で脂肪注入があったんですけどそれの落とし穴とか、注意点を今回教えていただきたいと思います。結構やりますか、脂肪注入。あ、というかめちゃめちゃ多い。おー、うん、やっぱ顔もやるし、胸もやるし、お尻はあんまりないかな、でもまああと手の甲もすごい多いし、結構なんか最近脂肪使いみたいな感じで、吸って入れて吸って入れてみたいな感じで、まあでも外資ってめちゃめちゃいいオペだと思うけどね、本当に満足度が高いですけどね、イメージ。そう、トラブルもそんなにない。そうなんだよ、あんまりだから誰もが引っかかる落とし穴みたいなのってそこまでなんかパッと思いつくものはないんだけれど、うちでやってるのは、まあ普通の脂肪注入じゃないですか。そうだよ、単純脂肪注入で、だから退院とかのに目を配るといい不明なのいっぱいありますけど、そうだよね。あのよくあるのは冷凍脂肪ね。冷凍脂肪冷凍脂肪、あとあの最近のエクソソーム添加脂肪関西ももうね、名前変わってますけど、名前変わってます、だからわけわからんものを混ぜるなっていうのはやっぱりポイントになってくるんだろうね。あるあるですよね。あるあるだよね。まあ、あとはやっぱり果汁遠心分離というか、G をね、400とかかけて1000とかまでかけて回すと、まああんまり実は接着率良くないやつ。そうそう、こういうピットホールあるかもしれないですね。そうだね、っていうことはもうクリニック選びの時点で結構ドボンする可能性があるかないか割と決まってくるんじゃないかなっていうところはあるよね。皆さんもアンチエイジングでよくやります？そうですね、中性とかでやることがちょくちょく多いので、その目の下とかここら辺の注入はやっぱりあのちょっと気をつけなきゃいけないかなと思ってまして、具体的にまあやっぱりその他のところは別にそんなトラブルになることはほとんどないんですけど、やっぱ目の下は、まあ、しこりもそうなんですけど、そのつきすぎると結構やっぱ皆さん不満を訴える、そのパンとなりすぎちゃって、この見た目の印象が変わっちゃったみたいな形で、まあ、これがしこりとかであればね、しこり切除とかで取ればいいんですけど、まあ、しこりじゃなくて単純に脂肪が生着してこう結構パンパンに生着しちゃったみたいな、まんべんなく生着したらどこがしこりなわけでもなくて、そういう時結構大変で、まあ、あの脂肪溶解だったりなんだりで、それがまあ慣らすようにちょっと切除してみたいな、ちょっと大変になってくるんですよね。まあ、本当目の下の注入は本当に気をつけなきゃいけない部位、顔の中でもいけない部位かなっていうのは、目の下治療をやっててよく思うことですかね。あれって目の下ってさ、あの表情の影響がすごい大きいでしょ。ね、だから笑った時にあそこはほっぺがギュッと引き上がるので、その時にすごく強調されちゃうよね、はい、脂肪注入されすぎた方。そうですね、しこりとかは特に出てきますしね、表面上に。やっぱりみんな普通に接着してくれるはずなんですけど、たまにめちゃくちゃ接着いい人とかがいて、そう、要は規定の僕らもたくさんやってると大体おでこは何 cc だなとか決まってくるよね。目の下にはまあ俗に言うナノファットと、あとマイクロファット、まあ普通のファットですね、をどんぐらい入れるといいなみたいなって、みんな多分おのおの答え持ってるんですけど、やっぱり接着率いいなっていう人、この人結構残っちゃったなっていう人はたまにいますね。残そうと意図的に頑張ってくださる方もいるんですね。やっぱり顔の表情を動かさないようにするとか、はいはい、あとは太ろうとするとか、そうすると体重増えて結構あ顔丸くなって、ね、脂肪も膨らむからね。膨らんで定着した脂肪が膨らんで、結構なボリュームになっちゃうっていう可能性はある、だからそこら辺はやっぱりある程度こうやっぱ主治医とのコミュニケーションすごい大事になってくるんですよね。ハムラやってるとやっぱり脂肪注入、クマ取り脂肪注入した人とかも結構いるじゃないですか。そうです、ね、あれってやっぱ結構しこり率高いんですか。いやー、まあやっぱ来る人がしこりになってるから来るので、まあちょっとバイアスがかかっちゃうんですけどね、まあそんなにないですよね。普通脂肪注入でしこりで困るっていう人って本当に多分割合としては少ないんですけど、まあ訴える上げる声が大きいんで、多分脂肪注入イコールしこりみたいなね、イメージになっちゃってると思うんですけど、
だから多分上手い先生があれば本当にほとんど起きない、うん、ただ逆に技術がつながったりすると、うん、やっぱり結構起きるクリニックが決まってたりとか、うん、やっぱりまたそこねありますよね、はい、うんうん、あとしこりの場合は多分脂肪じゃなくて、うん、PRPF とかあ混ざってる場合ですよね。そう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 、ね、なんかベビコラ入れすぎちゃったとかなんか別の注入材料の方が逆に危ないこともあるし、うんうん、皆さんとかあのしこり除去プラス裏ハムラとかもやるじゃないですか、はい、これしこりはどこにあることが多いんですかね。結構やっぱり眼輪筋の中ですね、にあることがやっぱり多いですよね。そこら辺はやっぱりこう表情を作った時にこう出やすいというか、ちょっと浅いところにあるんで、むしろこの深い本当に骨上ぐらいにあるしこりはあんまりその表情にはそんな出にくいんで、うんうんうん、まあ、触ればわかるけどみたいな。なのでまあ別にあっても別にこれは見た目的に問題ないから取らなくていいんじゃないんですかとかっていうふうなことも言ったりしますね。だから取ることが多いのはやっぱり眼輪筋の中からもうちょっとその上表層あたりですかね、うんうんうん、まあ、だからこそ浅いところには砕いた脂肪を細かく入れて、うんうん、で深い方にはちょっと粗めの脂肪を入れてっていう、そうですね、で、クラッシュ具合を変えてね我々も使ってるわけなので、うんうん、まあ、非常に理にかなってるよね。そうですね、ちっちゃい脂肪はやっぱりもししこりになったとしても一個一個は小さすぎてあんまり気にならないと思うので、うん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 、土台上げなのか、うん、まあ表のテクスチャーというか、ね、はいはいはい、漆を塗るような作業なのか、うんうんうん、まあ全然違いますよね、うん、脂肪もね細かさによって使い分けられるので、うんうん、まあじゃあ顔は特にそういうちょっとしたしこりですかね、やっぱりなんだね、そうだね、うん、ですね、火星着つきすぎにちょっと気をつけましょうっていう感じで、うんうん、はい、じゃあ主治医には例えばというのもしこりも怖いからあまり入れすぎないでくださいとか、うん、まあ心配な人はコメントしてみてもいいのかもしれないですね、はい、僕は前働いたところだと顔もそうなんですけど全部ね冷凍しとくんですね。どうだった、クソっすね。まあ、どう見ても脂肪死んでるんですけど、まあ、あの生きてるものとして扱うので、うん、あの魂を吹き込むような作業、はいはいはい、これは生きてるミイラに話しかけるそうね、ミイラに手入れて手入れてこんにちはみたいなピラミッドってすごいねそうくらいな感じのケツ叩いて、うん、こいつは死細胞ではない、死細胞ですね。もう日本のね、だってあの、はい、吉村先生でしたよしの論文ですよね、うんうん、今は自治体の教授ですね。あ、今そうか、自治体の冷凍細胞をよく見てみたみたいな、うんうん、ね、ここ死んでるじゃん、ここ死んでるじゃん死んでるやんけと、細胞活動がなかった、ね、そうですね、うんうん、今って卵子凍結とか、うん、あの話題になりますけど、うん、脂肪細胞が凍結しても死んじゃいますね。なのでだから結局それをもう一回入れてることになるので、うん、まあ生着という定義にはなんないわけですね。多分そのさ細胞外基質っていうか入れ物になってそこに何か成分が入っていってだから枠組みとしての活動っていうのはあるかもしれないかもしれないですね、うん、けどやっぱり分裂能とかもないわけね。そうね、はい、だから一応けどそれを注入することによって反根としてのボリュームにはなるよ、はいはいはい、いうふうに言われてるので傷跡移植、そうですね、あんまりいいと思わないですけどそれでお金を取るクリニックも結構あるんですよ ね、うんね、はい、でやっぱり、まあ、そこにさらにこう添加ですよね、幹細胞、うん、今の側ではねエクソソームエクソソームもうエクソソームを、まあ、添加すると一応その生着率が良くなるんじゃないかかっこわらみたいなまあそうエビデンスないんですけど、うん、横文字で煽ってくみたいなスタイルの最近は流行ってますよね、うん、あんまりちょっと意味ない、意味ない、金だけ払ってドブみたいな感じなんでね、うん、まあ、これはオブの中にも使われてますね、うん、そうだね、うん、エクソソーム放棄をね、そうですね、善意、善意で、あ、我は私の善意で善意でもやられてますよね組織体制みたいなもんなんで、うんうん、みんな頭の上にちょっとハテナ出ながらやるんですよ。そうなんだよね、そう、僕らサラリーマンなんでやっぱりね、なんか本当に意味あんのとかみんな言いながらやってるっていう面白い空気感なんですよねでも誰もが戦闘来てるんですね、文句とか言わないんですよ。そう、別に言わないですよ、メニューとしてあるからあるからみたいな、うん、でやっぱりそのカウンセリングの練習とかするんですけど、うん、やっぱこうね、あのプラスワン提案しましょうみたいな、うん、っていう謎の名目あるんですけど、うん、やっぱりみたいな、エクソソームですよみたいな唐突にこの脈絡なく進めたりとかボールを投げてだ大丈夫、そんな言っちゃって大丈夫大丈夫じゃないですか、大丈夫ですか、組織体制なんで、あ、なるほど、なるほど、誰かをディスってるわけじゃない特定の個人ではないんで、ね、特定の個人、そうで、まあけど、まあ、世の中そんなもんばっかじゃないですか、まあね、そうだよね、まあ多分大手さんとかって絶対なんか来た人になるべくプラスアルファ進めましょうみたいなカウンセリングスタイルだと思うんで、うんうんうん、
まあ、それ僕らも頑張ってたんですけど、うん、脈絡がないないですなんか異常があるんですけど、ね、まだエビデンスはないですからね、うんうんうん、あったら全力で進めたいなと思います、ね、そうだね。ましてや今エクソソームって多分タカの組織じゃないですか、うんうんうん、幹細胞、自家の幹細胞よりも逆にちょっと怖いなって思うんですよね、うんうん、タカってのはそう、他人から由来のっていうことなんですね。どっかからの細胎とかから持ってきてたりとか、うんうんうん、だからそのせいでこう献血とか、うん、まあ、そういうものに制限が加わる、うん、そうだよね、うん、自家組織じゃないんですよね、うん、だからまだ自家の方がいいんじゃないかなって思っちゃいますよね、うんうん、脂肪由来の幹細胞っていうものが、ね、あって、普通にその脂肪吸引をしてきた中にも脂肪由来の幹細胞っていうのは、ね、いっぱい入ってるんですよ、そもそもね。で、まあ、例えばそれを濃縮してわざと添加したりとかもするので、脂肪注入っていうのはもうそもそもが幹細胞の移植なの。まあ間違いない、そういうものなの。だから皮膚の質感とかね本当に良くなるんですよ、はいはい、だからそういう自分由来の素敵なものがあるのに、あえてね毎回献血の血振りかけるようなもんで他人由来のものをわざわざ入れるっていうのはよっぽどこれに良いよっていうのが分かってればまだ、分かってて使うならいいんだけど、うん、なんか良さそうじゃねって言って使うのはやっぱりなんか違えんじゃねえかなとねなんかクエスチョンマークね、ここぐらい灯るなっていうのはやっぱりある、うんうん、だいぶ日頃オーガニックとかに気をつけてるくせに、なんでエクソソームは OK なんだって。そうそうそう、よっぽどそっちの方が危ないだろ。ヤバさの桁が跳ね上がり、桁が違う、本当に反ワクチンとか言ってるレベルじゃない。そうそうそう、白米玄米とかじゃないからね、もうね、ちょっとガンって上がる。そう、そうですね、こうマーケティングの影響で、影響ですごいいいものなんじゃないかみたいなね。タカの組織をそんな簡単に移植するって絶対やめた方がいいと思いますね。胸もそうですし、お尻もそうですけど、うんうんうん、まあ、お尻はやっぱり死亡事故が多いっていうね、有名な話なんでね、うん、これ前佐々木先生の動画、はいはい、ね、紹介してるんでぜひこちらね見てほしいんですけども、うん、まああんまりけど日本人だとないですね。そうね、あの大きい尻はむしろけなされるっていうか嫌われるよね。あ、確かにね、うん、どっちかというとキュッと引き締まったシップで丸いヒップの方が好まれるから、うん、ブラジルとかは逆に胸よりも尻になる。ああ、そうですね、そう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 、めちゃめちゃもう横に大きくって下にも大きくてみたいなのが好まれる、うん、国民性なんで日本はどっちかというとやっぱ巨乳寄りになっちゃうかな、うん、巨尻よりも巨乳の方が絶対人気はあるんで、うん、あんまりだからやられないよね。ネネさんも今反論があるんですよ。あ、そうなんですね。尻派なんです。尻派、僕はおっぱい派です。え、あれ、いやそうなんですか。お尻は全然、あ、なんて全然意味ないです。全然別に興味ないです。じゃあこじんまりとしても全然 OK。 ミネさんのファンの方にね、有用な情報を与えたりとか、お尻は一切気にする必要ないそういうの公開してあげないとね。ミネさんのファン多いですからね。いやいや、とんでもないです。そんな全然いないですよ。ということで、まあ顔と胸と尻と手、手の甲、手の甲、ね、手の甲は本当満足度高いですね、うん、そうそうそう、あれ不満な人見たことない。そうですね、みんなハッピーになって、なんか程よく定着してくれる、本当に程よく定着してくれますね。しかもやっぱり手の甲とか首って年齢すごい出ちゃうじゃないですか、はいはい、だからやっぱりこういうところをほんと注入するだけで、うん、いきなりねクリームパンダちゃんみたいになります。そう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 、カリカリだったのに、ね、確かに、うん、ドラえもん風なんでね、術後すぐはね、うん、ぷっくりで、やっぱりみんなこう口揃えっていうのが肌質よくなりますよね、うん、手の甲とかもそうですし、うん、顔もそうなんですけど、うん、ボリュームなんでしょうね。ボリュームでツヤが出てなる、はい、それはもう間違いない。毛穴も引き締まるでしょうしね、うんうん、なのでまあ本当気をつけるっていうと、しこりとご注入ね、血管内注入による脂肪とか、ね、脂肪とか、うん、あと変なものを混ぜない、あ、変なですね、添加物を混ぜないとか、うん、あと尻の場合は筋肉内に入れないっていうのがね、うん、あ、そうですね、うん、その脂肪事故の理由は大臀筋とか筋肉の中に入れちゃうと、そこの低圧系の静脈にこう命入して脂肪塞栓するっていうことなので、うんうん、基本的にだから筋膜上に巻いてる分には安全っていう、ね、うん、そうですね、そういうふうに考えられるので、全てが全て、ね、危険なわけじゃなくて、うん、気をつけてマイルドにやってれば大丈夫なので、ね、うんうん、まあ、そこはご安心ください、はい、ということですね、はい、脂肪注入についてね、注意点だったりとかをちょっと考えてみたんですけど、まあ総じていい治療かなっていう感じですかね。そうですね、はい、いい治療です、うん、皆さんもね、ぜひ気になってる方、お顔やっぱこけてると老けて見えちゃいますし、まあ、胸のボリュームにもできますし、ね、いろんなところ、あ、僕最近ね、あの大陰唇の脂肪注入と膣の脂肪注入やってる、はい、結構ね、いいですよ、良い良い、どうしてもこうやっぱ陰部もボリューム、うん、とかそのみずみずしさがなくなっちゃうということで、膣ヒアルロン酸ってよくあると思うんですけど、うんうんうん、あれすごい量
必要なんですよ、はい、実際の作業、うん、樹脂芯とか使わなきゃいけないじゃないですか、すごい値段になる、そうなんですよ、すごい値段になっちゃうんで脂肪入れた方が安く済みます、うんうんうん、はい、あと顔も額とかもヒアルよりも脂肪の方がコスパがいいよ、いや間違いない、うん、間違いない、だっておでこ4本使ったらそれだけで32万ぐらいね、そうだよね、35万税込みで、うんうん、脂肪注意だったら永久持ってですもんね、15万だ、はい、うん、ということでね、脂肪注意についてでした、はい、今日もありがとうございました、ありがとうございました、バイバイ